今回はですね、自由主義者であるということはどういうことなのかということをロランバルト先生から教えてもらいます。はい、ロランバルト先生はフランスの哲学者、記号学者、批評家ですね。全然詳しいわけじゃないんですけど、なんかいいなぁと思うんですよね。それでは早速ですが、今回は自由主義者であること、ファシズム、高校1年生の夏、暴力、その他の話をさせていただきます。 それではまず自由主義者であるということはどういうことなのかっていう話です。一匹の灰が私に腹を立てさせる。私はそれを殺す。人は腹を立てさせられる相手を殺す。もし私がその灰を殺さなかったとしたら、それは人へに自由主義のためであっただろう。私は殺人者にならずに済むために自由主義者である。って言われるんですね。ここでの殺人者というのは主にファシズムのことを指してまして、ファシズムというのは 独裁権力のもとで、人々の権利や自由が抑圧される国家体制のことですね。つまりここで言わんとしていることは、ファシズムのような全体主義に加担したくなかったら、たとえ腹立たしいものであったとしても、その人の自由を認めなければならないと言ってるんですね。それでは次にファシズムについてです。私にとって政治においてミニマルなもの、絶対に妥協できないものはファシズムという問題です。 私の属する世代はファシズムとは何であったかを知っており、そのことを覚えているのです。この問題に関する限り、私は即座に全面的にアンガージュマンすることでしょう。アンガージュマンとは、社会運動などに参加することですね。ファシズムは多くのものを巻き込んでいるのです。私にとってファシズムとは、ものを言うことを妨げるのみならず、無理やりに言わせる体制のことです。 それは権力者のその本性の耐えざる誘惑なのです。権力は追い払われた後にも駆け足で戻ってくるのです。って言われるんですね。つまり先生は、権力に取り憑かれた人や、傲慢な人、不寛容な人を危険視してるんですよ。なぜなら、そういったファシストたちの破壊力を知っているし覚えているってことなんですね。 でもこのことは過去の話じゃないですよね。今の日本で特に政治を志す人の中で寛容な人いますかねほとんどの人がファシストに思えてなりませんが。ところで先生はこの思想を高校1年生の時にすでに持っていたんですよ。バルトがファシズムにこうしてアンガージュマンした最初期の資料として1974年に発表した初めてのテクストがある。これは1933年夏。 リセルイ・ルーグランの第一学年、日本の高校2年生に該当、在籍中に書かれたもので、バルトが私の本当に初めてのテクストとして紹介したものである。数名の旧友たちとファシズムに対抗する雑誌を創刊することにし、っていうんですよ。このファシズムに対する問題意識は生涯変わることがなかったんですよ。でも高校1年生でね、まあこういうところがすごいですよね。 それでは次に、先生が嫌っていた暴力についてです。暴力から切り離されようとすれば、非暴力の思考を持たなければなりません。現在の社会的な観点からすれば、絶対的な余白の思考。つまり、自流に流されてはいけないって言ってるんですね。暴力に反対ならば、ある一つのそれ自体揺るぎない権力の外にある倫理を持たなければなりません。そして権力に預かるような状況に身を置いてはいけませんって言われるんですね。それでは次に、 先生は、ファシズムに対する対応を含む生き方についてこのようなインタビューを受けてます。現在の歴史は軍員制への変更です。例えば、地方文献主義は小さな軍員制再編の試みです。って言われるんですよ。軍員制とは、群れを成して集まる習性のことですね。今、社会の周辺に生きる人々を尊重する唯一の方法に守備一貫者主義は個人主義です。 しかしその観念を新たに変革しなければなりません。ここでの個人主義ですが、一般的に考えられているような個人主義と先生が言っている個人主義というのは違うんですよ。でも個人主義という言葉を使うと批判されることもあるということを分かった上で使ってます。質問、個人主義についてはあなたは楽観的ですかいいえ、そんなことはありません。なぜなら個人主義を徹底的に生きる者は困難な人生を送るでしょうから。 しかしながらプチブル的ではなくより徹底的で謎めいた個人主義については再生の可能性があります。プチブル的というのはプチブルジョア的っていうことですね。私は自分自身の身体についてしか考えることはできないとわかるまで自分の身体について考え抜くことは科学に流行に道徳にあらゆる集団に衝突する姿勢なのですから。質問、しかしどうやってそのように生きることができるのですか まやかしによって、独断的でも哲学的でもない、隠密の行動によって生きるしかありません。まやかしによって、としか、他の言葉が思い浮かびません。質問、それは権力に対する抗議なのですかそうです。いかなる権力も決して容認しない唯一の抗体による抗議です。ここの抗体っていう言葉も先生の意図が伝わりにくい言葉だと思うんですけど、ある条件自体から離れるっていうような意味合いだと思うんですよね。 例えば、ある壁に突き当たっていたとしたら、その壁を乗り越えるとか言うんじゃなくて、その壁をよじ登って、その壁の上を歩いてみるとか、もう全く違う問題にするっていうようなことですね。攻撃あるいは防御によって権力に立ち向かうことができます。しかし交代は社会によってどうかできない最たるものなのですって言われるんですね。それでは次に、自由主義者であるための個人主義の実践の話です。 私自身が秩序を壊すものであると考えるのはちょっとうぬぼれがきついでしょう。けれども確かに語源的な意味において、私は秩序をひっくり返すことをやろうとしています。すなわち、体制順応主義、既存の思考方法の下に潜り込み、それを少しでもずらしてやろうとするのです。それは革命を起こすことではなくて、物事に少々まやかしを仕掛けることです。それは物事の厚みを削ぎ、 もっと動きやすい状態にし、疑いを抱かせることなのです。要するに当たり前だと称しているもの、安定しきったものに常に揺さぶりをかけようとするのですって言われるんですね。それでは最後に、バルト先生の最後の著書である明るい部屋の中で写真論が語られているんですよ。バルト先生の亡くなったお母さんの写真で、バルト先生が温質の写真と名付けた写真があるんですが、 ここで、マルデ先生の個人主義についての考えがはっきりと述べられてるんですよ。私にとって重要なのは撮影された肉体が付け足しの光によってではなく、その本来の光線によって、私に触れにやってくるという確かな事実なのである。それゆえ、いかに色あせていようと、音質の写真は私にとって、その非少女だった母から、その髪から、肌から、衣服から、眼差しから、発せられていた光線の方向なのである。 つまり、その色あせた写真は、バルト先生以外には意味がないってことですよね。でも、バルト先生にとってはですね、たくさんの思い出や、いろんな感情がですね、強く胸を打ったかもしれないんですよ。そして、もしかしたら、先生は涙を流されたかもしれない。でも、それはバルト先生だけのものなんですね。そういった、その人だけのものっていうものが、誰しもあるということで、 それがバルト先生の言う個人主義っていうものだったんですねいやーこのような思想家が現代極めて少なくなったような気がするんですけどどうなんでしょうかということで今回のロラン・バルト先生の「私は自由主義者でありたい」「自由主義と個人主義」の話でしたありがとうございましたそれではまた次回でお会いしましょうさようなら